ーナメントに選抜されたんか。まあな、サクの方か。こいつエン様ファンだっけか。ふん、アホやな。あ？あんたのせいで苦しむもんがおることも知らんと。おい、俺のせいで苦しむ、どういう意味だ。相談？カナードのギルドショップ。よっ。ふん。なんだお前、まだこの前のこと気にしてるのか。バカね、アバターが呼べないあんたなんか GU に必要ないわ。気にしてねえよ。そりゃ失礼。おばさん元気か。はい、ならいつも忙しく飛び回ってるよ。あのさ、パイはお前の GU 入りを反対しているけど、俺はそう思ってないからな。非分使いとして使えねえやつは用なしなんじゃねえの。だったら使えるようになりゃ問題ない。俺はお前が GU メンバーとして俺たちやアイダと接触していればいつか必ず改元すると信じてる。ずいぶん楽観的だな。プラス思考と言ってくれ。ところで最近シラバスとガスパーは元気かい。別に、いつも通りだけど。そうか、メールしても返事がないから心配してたんだけど。ガキじゃないんだからほっとけよ。やっぱり気になる。俺ちょっと顔を見に行ってくるよ。んじゃ、そういうことで。おい待てって、俺も無視すんじゃねえよ。うん、あ、どうしたんだガスパー。クンさん、一体どうした。何があったんだガスパー。みんなが何も買ってくれないんだ。買うと PK されるからって。 PK？ なんだよそりゃ。ガスパー、だからショップはやめとけって言ったのに。シラバス、どういうことだ。言えよ。長谷尾がアリーナに参加した頃からずっと嫌がらせされてるんだ。は？誰にだよ。前に長谷尾を狙ってたケストレルの PK たち、最初はショップを出してる僕らをバカにするぐらいだったんだけど、でもだんだんひどくなってきて、最近じゃ僕たちと取引した人にまで手を出すようになって。ひどいな。だから誰もそばに寄ってこなかったのか。どうして。
なんで俺に言わなかった？だって長谷をアリーナで頑張ってるし。余計な心配かけたくなくて。何度も頼んだんだよ、もうこんなことしないでって。でも長谷に手を貸すからだって笑われるばっかりで。榊の野郎に釘刺されたから、直接俺を狙わずに周りの奴らを。もうどうしたらいいかわからなくなっちゃったんだよ。お前らな、やられたんならやり返しゃいいだろ。お前らが泣き寝入りしてっから奴らますます調子に乗るんだぞ。それはそうだけど。だろ、分かってんだろ。だったら話は分かった。俺がケストレルのマスターに会って話をつけてこよう。あのガビに会ってくるんですか？ああ、行ってくる。だからガスパ、もうそんな悲しい顔するな。な、俺も一緒に行く。長谷を、俺はカナードのギルドマスターだからな。ハセオ、クソダイン放置してるガビってやつに一言言ってやらねえと気が済まねえ。喧嘩しに行くんじゃないぞ、あくまでも話し合いだ。いいか？分かってるよ。ギルドマスターの言葉はメンバー全員の言葉。ギルドマスターの行動はメンバー全員の行動。ギルドマスターっていうのは単なる名前じゃない、メンバー全員に対する責任の名前なんだ。行こう長谷。ケストレルの本部はデルタサーバー、嘲笑う必須の帝国にある。エリアワード、ケストレルほどの巨大ギルドになると CC 社から専用のエリアが与えられるんだ。へえ。マクアヌのカオスゲートで待ってる。準備ができたら俺を誘ってくれ。デルタサーバー、あざわ。ケストレルの。これが本部。オリジナルモデルか。へえ、随分な優遇のされようじゃねえか。ここはさ、単なる集会所として使うこともできるんだけど、マスターの意向でモンスターを配置して団員の訓練所にすることもできるんだ。詳しいんだな。
や、ケストレルを退団したお方が今さら何のご用だい。お、クーン、そうなのか。知らなかったのかよ。そこのお方は恐れ多くもケストレルの元副団長様さ。ギルドの運営方針で意見が食い違ったから抜けたんだ。それはともかく、カナードに対する嫌がらせ即刻やめてもらおう。カナード？知らねえな。おい、お前ら知ってるか？知らないっすね。待てよ、この前いじめたチビの獣人がそんなギルドに入ってたっけ？はあ、あのトロそうなやつかい。ちょっと脅かしたらグズグズ泣き出しやがって面白かったよな。てめえら落ち着け。挑発に乗るな。こいつらはお前を PK する大義名分が欲しいんだ。続きはもうないのか。久しぶりだな、ガビ。おう、久しぶり。で、改まって何の話だ。要件はメールに書いた通りだよ。うん、自慢じゃないが、俺は産業以上のメールは読まない主義だ。どうして？ああ、そうだよな。お前ってそういうやつだったよな。ほんと、嫌になるくらい変わってないな。お前もな。おい、この獣親父、そこの PK どもどうにかしろよ。ストーキングやら嫌がらせやら、こっちは迷惑してんだよ。ギルドマスターならメンバーの行動に責任取れよ。PK したいやつはすればいいんじゃないか。だと？ PKK したいやつもすればいい。知りたくなければ逃げればいい。それもザ・ワールドだっていうのがうちの活動方針でね。ガビはあんたみたいなヘナチョコマスターとは懐が違うのさ。ただし、いつの間に玉座から移動したんだ。